はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルージュです。 This is the police。 続きを始めていきたいと思います。早速じゃあ出勤しましょう。Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was...そんな優しいローラが出ていった。今日は少し硬くなった。今回は鼻の穴を閉めます。あと数ヶ月くらいで、私は誰かが近づいてくるとサービスピストルを向けて空に向かって撃つ、準備に撃つ警告の撃つ。私の人生、基本的なものは必ず行くように必要です。通常、妻が家を出て行くと、彼女は一つのシーンを作る。まあそうだよね、妻が出ていくならなんか話し合いはあるでしょうね。普通突然いなくなった。ほう、母親が出ていくときは確かに子供が母親方についていくことが多いですよね。で、妻ローラの母親がサリー。ほう、ローラが駆け落ちした相手は30歳。なるほど、ローラは30歳の男と駆け落ちしたのか。これはきついな。サリー figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. 年上の女と遊んでみたくなったって言ったって、ローラも結構な年ですよね。どんなに若くても40代だと思うし、むしろ60歳になった自分ジャックと釣り合いを考えるだったら、まあ、60歳よりちょっと下ぐらい、60歳か60歳に近い50代後半とかですよね、きっと。30歳代の男もよくそのローラと遊んでみたくなったな。ね、これがそのローラの母親サリーか。で、このジャックもなんか結構な感じですよね。義理の母親に向かってどうなってんだとかって、僕ちょっと言えないけどな。常に敬語ですけどね、あの奥さん側の、ご両親に対しては。I talk to my dogs and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. まあ確かに駆け落ちしていった出ていったローラがね、どうしてるのか心配にはなりますよね。そんな気持ちを抱えての出勤とか地獄でしかないな、もう。プライス、貴様、大好きな俳優が主演している映画が今日公開されるんです。退社してもいいですか？これはさすがにダメだろう。退社だろう。いいだろう。で、パーチに関しては息子が交通事故に巻き込まれました。医師たちが懸命に救命措置を取っているところです。今日はどうにも仕事にならないので休暇を取ってもいいですか？いや、これはむしろ休暇を取りなさいよ。では勤務を開始していきましょう。
まあ、プライスに関してはいてもいなくても同じですからね。またじゃあ今日もこのカントリーチックな音楽を聴きながら仕事に励みましょう。で、視聴者から黒人警官を全員解雇。人種差別主義が市内で事件を起こした。黒人の一般市民たちを捕まえて殴り殺しているのだ。なかなかどうしてデンジャラスだな。ギャングは地元のラジオ局に黒人の消防士警官を全員殺害すると犯行声明を出していた。いやー、なかなか過激な集団ですね。これ以上犠牲者を出してはならない。少なくとも選挙を終わるまでは。人種差別主義者たちは日に日に支持者を集め、市民たちにもその動きは広まっている。人種間の緊張が高まりを見せているため、2日以内に黒人の従業員を全員解雇しなければならない。マジか。で、捜査に関してですね、深刻な犯罪の犯人が逃走した場合、その事件は刑事の担当になる。じゃあまずは視聴者に行きましょう。器物破損。年配の男が長い鉄棒を手に駐車場に停めている高級車に向かっていくのを町の清掃員が目撃した。男は、クソ、盗っ人、強欲非道なやつめと叫び、その声は通り全体に響き渡った。いやー、なんか危険な香りするな。ここはヤンシーを出すかな。ただ誰も出せない。なぜだ。みんな疲れてる。みんな行きたくない。その前に月島地区のこっちをやらなきゃいけないってことだな。捜査すると刑事は犯罪現場を調べ、目撃者の証言を取り、関係にありそうな情報を集めてくれる。まずは一人を主任刑事に指名しよう。さらに刑事を追加すると彼らは主任刑事の部下として働いてくれる。主任刑事の熟練度が高ければ高いほどチームの仕事ぶりも良くなりますということですね。そしたら主任刑事は一番優秀そうなモールにして、その配下にデプリットを入れましょう。この捜査体制でいこう。なんといっても射殺事件ですからね。んで、さっきの器物破損ですね。ここにはヤンシーと浅野を送ろう。オースティンは黒人だからな、解雇しなきゃいけないんでしょ。なかなかこの人材なのか、それをやれって厳しいな。で、前回そのいなくなっちゃったからね、シフト A から1人、クラブの警備員になっちゃったんで1人雇い入れましょう。誰を入れるかですが、まあ、ここは一番優秀そうなジェフリー・ガートナーにしよう。もう間違いないでしょう。ここまでアダルトビデオ強盗事件とかね、いろんな事件担当してきてますけど、担当っていうかね、この管内で起きてきてるけど、今回は自動車強盗。ガソリンスタンドの監視カメラに盗難車リストに載ってる車両が映っていたと。まあ、これくらいだったら椿一人でなんとかなるだろう。椿ちゃんに任せましょう。で、殺人事件、射殺事件の捜査が始まりましたね。準備作業、目撃者への聞き込みや現場での証拠集めが終わると、刑事たちは事件解決に向けて捜査をさらに進める。おお、頼もしいですね。で、手がかりですが、グラハム。酔っ払いか。はっきりとは見えなかったが、もう、はい。酔っ払いの時点でさらにはっきりと見えないってなると、もう完全にガセネタだな。犯人はセダンで乗りつけ、マシンガンのようなものを発射した。ほう。で、隣人のグレン・クレイントンは、くぐもった銃声を数回聞いた。で、同じく隣人のローレンス・カーは、当然の報いだ。あいつはずっと前から迷惑なことばかりしていた。ほう。
こいつ怪しいな、ローレンスか。で、ステイシー・コブ、目撃者ですね。どんな車だったかは覚えていない。うん。で、カーペンター、これも隣人ですね。この頃警察は何もしてくれない。危うく死にかけたんだ。なるほどね。全く関係ない話をしてきたわけだな、このカーペンターに関しては。んで、こいつがこうなったというわけか。これだけだと何にもわからないですね。で、器物破損の犯人は捕まえて警官が負傷か。で、捜査っていうのが新しく出てるんで、ちょっとこの後捜査も見ましょう。っていうところで不審人物がデザイア公園で目撃されてますね。数人の子を持つ母親であるコリー・ラムジーが遠近両用メガネをかけた怪しい男について通報してきた。これただただ見かけただけで遠近両用メガネだって分かったっていうのがまずすごいよね。このコリー・ラムジーさん、その男はプレイグラウンドの近くにあるベンチに座り、子供たちを1時間以上にわたって観察し、写真まで撮っているらしい。写真撮ってんの怪しいな。これはシフト B の精鋭コチを送ろう。それに一応怪しい男の可能性もあるんで、サマディもね一緒に送りましょう。黒人捜査員はちょっと送りづらいからな今は。で、自動車強盗ですが、ドライバーの姿が見当たらないと。安全な距離を保ってドライバーが現れるのを待ちましょう。犯人に逃げられたか。椿。で、捜査っていうのは、事件に今2人捜査してて、ギャング捜査のね、解決済みもないって感じだな。捜査の進行状況が見れるっていうことですね。今は1つの事件が捜査中と。で、報告ですね。デザイア公園。ああ、やっぱ犯人だったんだ。警官が負傷してますけどね。お、和樹田村ドラゴンズマーシャルアーツクラブ。これ同じクラブでもジムのクラブの方ですね。所長、実はフリーバーグ初のマーシャルアーツクラブを開くことになりました。そして記念すべき最初のエキシビションマッチで街で一番タフな警官とうちの生徒に対戦してもらおうと思っているんです。俺として試合などにいくつか技を伝授しますよ。きっと職務中に役立つはずです。こんなこと許されるんだろうか。現職の警官がこの遊興のねジムのこの格闘技大会に出ていいんだろうかっていうのはありますけど、ここはねヤンシーを出させましょう。ヤンシーを頼むぞ。ヤンシー、なかなかこのフリーバークってファンキーな街だな。さあ18時になったぞ。そろそろ帰りたい。で、捜査の進捗の報告が来てますね。刑事たちから証拠写真が提出。事件当時の現場の様子を複数の可能なシナリオで予測したものだということですね。新たな写真を3枚か。お、確かになんかマシンガンみたいなの持ってるやついるな。で、手がかりと写真についてですね。写真の中には間違った情報も多く含まれるが、事件の関連情報の正しい読み取り方を知っている刑事なら必ず正しいものを探し当てられるはずだ。捜査に参加している刑事の熟練度が高ければその分その刑事の勘も鋭くなると。なるほど。で、証拠写真を並べましょう。容疑者を特定するには現場で実際に起こった出来事を写した写真を正しい順番に並べなければならない。ほう。正しい写真を使うことには正しい写真を使うことはもちろんだが、時には想像力も助けとなる。写真を並べても何も起きない場合、想像したシナリオが間違っているということだということなので、ここからちょっと推理になるのかな。そうだな。まずマシンガンをぶっ放したのは間違いないわけでしょ。ただ車の色が違うんだよな。
新たな証言は得られてないよね。いや、これだけだと正直わからないな。もうちょっと捜査の進捗を待ちましょう。このままだと情報が少なすぎてわからない。で、喧騒騒ぎですね。ケビンズバー。2人のダンサーがチップをめぐって喧嘩を始めた。ほう。バーテンダーから通報があった女同士の喧嘩がステージ上で勃発した。これ、ゴーゴーバーなんじゃないか。ゴーゴーバーにはね、ちょっと男を派遣しましょう、男。このバーディーに関しては男なのか女なのかちょっとよくわかんないな。まあ、オースティンを派遣して、サマディか。サマディを派遣するか。できればね、捕らえたいところなんで、オースティンも出すか。ちょっと黒人の女警官ですけどね。さらにレストランオクトパスでも喧嘩？バーの常連客と警備員が揉めているとバーテンダーから通報が入った。酔った常連客は地元のシンガーが歌っている最中にステージに上がりデュエットしようとしたらしい。これがいいのか悪いのかちょっとコメントしづらいな。じゃあちょっと今回失敗しちゃった椿ちゃんを入れて熟練度をもう一回元に戻してあげましょう。さあ、そろそろもう帰りたいよ。お、ステージ上で2人のストリッパーが組合の喧嘩を始めて手に負えない状態になっている。いや、このままなんか服とかね、下着をこう取り合ってくれるといいですけどね。で、警備員は居眠り中。こんな事態が起きているのに警備員居眠りし続けるかな。事態は対処するつもりはないようだ。酔った客たちは面白そうに喧嘩を眺めている。まあ、それそうだよね。さてと、どうしようかな。銃を手に取ったりするとなんか逆に威嚇しそうなんで、くだらないことやめろ。大変なことになるぞにしよう。で、それに対し、ストリッパーたちはまだ喧嘩をしている。ほう。バーテンダーに氷水の入ったバケツを用意させ、ストリッパーたちに浴びせる。これがいいな。濡れた女はより綺麗になる。ガー！逃げられた。でもストリッパーは、その下着の状態で逃走したのかな、これ。どういう状態なんだろう。非常に気になるな。で、カズキ、田村、ドラゴンズ、マーシャルアーツクラブでの戦いですね。あのジャップ野郎はあと少しってところまで追い詰めたんですが、あのジャップ野郎って俺のことじゃないよな。あいつもなかなかのスピードで最終的に優勢勝ちされてしまいました。競技のルールがあまり分かってなくてポイントを正しくカウントできなかったんです。でも悪いやつじゃなかった。試合の後にいろいろと技も教えてくれましたしね。ほう。でもちょっと頑張りすぎて背中を痛めちゃいました。一日休みをもらっても。まあ、かなり無茶なことをお願いしたんでね、一日休んでください。で、さらに喧騒騒ぎ、喧嘩騒ぎですね。レスタン、オクトパスの方も無事解決だな。これはあれでしたよね、確か地元のシンガーが歌ってるところに無理やりデュエットをしようとした男ですよね。無事逮捕できたか。いやー、今日も働いた。勤務終了しましょう。はい、というところで、4日目終わりましたので、次は5日目プレイをしていきたいと思います。というわけで、その様子は次回お届けしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。